川崎市多摩区の生田緑地内にある伝統工芸館で藍染め講座の中級型染め講習会で作った作品を紹介するミニ展示が開かれています。川崎市伝統工芸館は藍染めが楽しめる施設で、体験講座やワークショップなど年間を通してさまざまな講座が開設されています。今回のミニ展示で紹介されている作品は、9月に2日間で行われた中級型染め講習会の受講者が作ったものです。それぞれ の特色が出てるなと思います。初級で、基礎的なものを学んだ方ばかりでしたので、今度はご自分のオリジナルの図案をお持ちになって染めてらっしゃいましたね。細かな図案に加えて色のグラデーションに挑戦するなど、高度な技術を駆使した作品も見られます。この施設の庭では藍染めの原料となるタデアイを栽培していて、花が咲く直前の今の時期は生の葉っぱを使って、この季節ならではの藍の色が楽しめるといいます。もうこれやるたびにやっぱり感動しますね昔の人もよくこういうの発見したなって思いますしね。生の葉で染めた藍染めは一段と優しい風合いに仕上がり、ショップコーナーでも人気だということです。中級者による作品のミニ展示は10月10日まで。また藍染め講座やワークショップも随時開催されているということです。